こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションシェリルさんの第5回いつかきっと、なんか劇場版のエピソードがだいぶ早いですね。ギラギラジー様、サヤツバピンクモンス、なんか劇場版ばっかですね。はい、いつかきっと見てまいります。ランカとともに命を燃やして歌い切ったシェリルは、彼女を信じる大勢の仲間に見守られて長く深い眠りについた。なんかこの表現だとね、なんか死んじゃったみたいですけど、ちょっとなんか嫌な感じですね。はい、プレートを見てまいります。魅力的な世界へエスコート。銀河のトップシンガーとしてひたすら走り続けてきたシェリルさん。妖精と呼ばれた彼女はこれからもより一層輝きを増して歌い続けることだろう。プレート見てまいります。こんな感じですね。マイクはなんかいつも通り、そしてひらひら衣装、リアリティアップ前が、あ、なるほどね、なんか全然違う感じですね。ここまでプレートの絵柄が変わるパターンも珍しいっちゃ珍しいですよね。はい、こんな感じの星5プレート。あとは私の力で銀河を震わせて見てるから、失礼しました。かつてギャラクシーセンターにいた天才子役が訪れ、はいはいはい、あ、本当申し訳ございませんね、失礼しましたね。あれでもこれ、あ、これ、あ、そうか、これも劇場版か。あの、間違えましたね、あの屋上かと思ったら、違うところの屋上ですねこれはね。はい、ここら辺はなんかテレビシリーズでもあったような、なんかそんなような感じの雰囲気もしますけど、確かに劇場版でもなんかこんなとこ行ってたな。そう、テレビシリーズでとだとおっぱいマイスターが流れるんだ、違ったかな。で、劇場版だとピンクモンスーンが流れてるんですよね、なんかここら、こういう感じのシーンの時に。あれ、おっぱいマイスター違ったかな、忘れちったな。楽屋へ移動してまいりました。シェリル・ノームさん、衣装所持数52分の52全部持ってるんですよね。これから頑張って全ての衣装、特別演出エピソードを見てまいりますよ。アムロ・アメールからのコーラル・レッド・ステラ、パレチェンもある、忘れないようにしないといけないですね。ゾクゾクしちゃうわね。ビューしてきます。ちょっとシェリルさんにしては珍しいひらひらフリフリ衣装になっております。これね、シュディスタ、シュディスタの時に、何なんだろうこれ、パチンコかなんかの時の衣装なのかな、ちょっと分かんないんですけど、確かにね、結構際どい、ちょっと傾けたら見え失礼しました。またちょっとすぐ取り乱しちゃうんですからね。やばいな、ちょっと今まではね、この特別演出衣装をずるずる見てきたのは、まずはミンメイさんから見まして、バーサラを見まして、で次見てたのがミレーヌさんですよ。まあそこら辺まではまあ焦る必要はないですよね。ちょっとね、シェリルさん始まっちゃったらこういうシーンが増えてきちゃいますよ。まあそれこそね、シェリルさんの衣装は丸見え衣装とかね、そういったもんもね、あれいっぱいありますから、いやー、これはまずいな、確実に見えとるな。下乳というよりか下尻が見えた。そんな表現ないわ。はい、こんな感じですね。ではパレットチェンジも見てまいりましょうか。コーラルレッド、サンゴの赤か、そしてカーディナルレッドステラ、なんかこっちの方が赤白明白になって、
なんかくっきりしていい気がしますね。ね、あのこのタイツの黒さもなんか、タイツ2杯この黒さも、あ、これはパレットチェンジの方がエウレガさん好みですね。しかも、下尻が見えるのは変わらずなんかクリスマス感もあっていいんじゃないですか。これクリスマス衣装とか言われてもなんか納得できそう。でもちょっと緑っぽさが足りないですね、クリスマスにしては。首元もなんかこれトゲトゲしててね、なんか刺さると思う、刺さるんじゃねえのかなと思いますけど、はい、こんな感じです。いやー、シェリルさんはなんか背高いなって感じしますね。ついこの間までね、ミレーヌをずっと見てたので、ミレーヌはちっちゃいですけど、シェリルさんは背高いですね。ちなみにね、九州の方ではね、背が高いっていう、いうことを太いって言うんですよ。太ってるっていう意味ではないんです。あんた太かね、太かねっていうと背高いねっていう意味になるんですよ。決して太ってるっていうわけではないです。シェリルさん太かね。シミュレーションライブでシューディスター特別演出見てまいりましょう。あたすについてきなさい。シューディスターはソロライブしかないのでまあいいですね。作戦を開始するぞ。これがね、徐々にこのユニットライブとかが増えてくるので、そうなるとね、このフロンティア勢の検証がまた難しくなってくるんですよね。センターに置いたり、ほらね、シェリルさん、ランカちゃんがねセンターなのか、それとも左側にね置くのかっていうのでね、それで特別演出が出るのか出ないのかとか、そういうのがね結構変わってくるんですよ。なかなかね困ったもんですね、そのユニットライブっていうのが。まあなんだかんだこのシューディスタもね、これユニットライブにしてほしかったっていうところはありますよね。こう1番だけで歌い分けをするじゃないですか。で2番は今度ランカちゃんからスタートするんだけど、でもシェリーさんも入ってくるっていうね。おお、なんか今回ってた時どうだ、なんかこれはなんか見えていそうな予感がしますまずいな、シェリルさんの衣装なんかずっとそんなんばっかなような気がするんだよな。まあね、この前にやりました、あ、ランカちゃん登場、でも消えちゃったそう、この前にやったね、アムールアメールかな、あれがね、あれもまた良かったんですよね。まあピチピチパツパツ衣装で股の下を抜くっていうね、そういう特別演出だったね。あー、これがスカートだったらどうなってたんだろうとか、はい、すいません、そういうことばっか考えてる、そういうわけではないですからね、違いますからねあくまでその演出の追求ですよ。どんな特別演出がね、どんなパターンがあるのかっていう、どういう動きをするのかっていうの、あ、今のジェット紫色だったような気がするな。ワイプで用意しましたのはみくもちゃんです。みくもちゃんのブリブリ衣装ですねもう画面全体が紫色みたいな感じになっちゃって、まあシェリルさんはシェリルさんで画面全体うふふ、あたすはスルルよ、たとえスミレーションでも絶対に手を抜いたりしないわ。シェリルさんの方もね、なんかちょっと全体ピンク色っぽかったから、うん、みごちゃんも全体紫でいいんじゃねえのかなと思ってやってみて、そう、後ろのジェットがね紫色だったので、あ、これはなんかキャラカラーに合わせて、パーソナルカラーに合わせて色が変わるのかなと思ってたんですけど、ラスト紫だったっぽいですね。キャラで変わるわけじゃなさそうっすね。ほい、そうしましたら今回はここいら辺で終了です。シェリルさんの特別演出、これから頑張って見てまいります。全部でエピソードが40個以上あったような気がしますね。バサラとミレーヌが20、全部で4個かな、エピソードとして。ね、
倍近くとは言わないですけど、かなりな量あります。シェリルさんが一番多かったっていうので間違いないような気がするんですけど、まあ頑張ってやってまいりますのでね、一個一個、あとね星6衣装とかも後半の方になってくるとボロボロと出てくると思いますのでね、ぜひともチャンネル登録していただいて、エウレカスタジオ再生リストに特別演出動画まとめております。ミンメイさん、バサラ君、ミレーヌ、その3人はねもうすべてアップロードし終えておりますのでね、それ以外のキャラはこれから頑張ってアップしていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。そうしましたら、ご視聴どうもありがとうございました。